70年代最大のバンド、史上もヘビーメタル、ロックと最も永続的なバンドの一つ、数多くの称賛の表現をされる偉大なバンド、レッド・ツェッペリン、直訳すると鉛に光線のアルバムアートとアメリカンミニカーの代名詞、ホットイールが素敵なタッグを組みました。今回のコラボは先行して販売されていたレッド・ツェッペリンのホットイールコレクションを専用の化粧箱にまとめて、よりコレクション性を高めたセットになっています。テーマ性をもってラインナップされた美しいホットイールをコレクション用、ディスプレイ用としてまとめました。対象年齢3歳となっていますが、まあこれを3歳の子供が求めないでしょう。バーコードは各種専用のものが用意されています。で、箱を開封して一番に出てくるアイテムは67オースティンミニ、バン、をモデルに、1971年11月に発売されたアルバム、レッド・ツェッペリン4のジャケットがデザインされています。メンバーシンボルをリア部分に据えて、あえて人物を印刷せず、風景をモチーフにデザインしています。このバランス感覚はとてもクールで、大人のコレクションにふさわしいものになっています。パッケージとミニカーがセットで美しい立体絵画のような商品に仕上がっているため、開封するのがもったいないですね。正直このまま飾っておくのが一番いいと思いますが、私的にはミニカーとしても楽しみたいので、後日バリバリ開封いたします。もちろん、別途動画にいたしますのでご期待ください。2番目に出てきますは、ホットイールオリジナルデザインミニカーである、ホーリンガス、ガス運搬車ですね。そしてテーマは伝説の始まり、1969年1月発売のレッド・ツェッペリンのアルバムジャケットをデザインベースにしています。ダイキャストの地金にブラックで仕上げたクールな演出で、活かした仕上がりになっています。鉛色の本体にデカデカとデザインされた飛行船、これこそが、まさにレッド・ツェッペリンであると言えますね。ミニカーそのものもまるで飛行船のようなデザインで相当ユニークな形状をしています。一応、ホットイールオリジナルデザインですが、1935年頃のダイヤモンド、ティアジュ、シングなどのモデルがモデルになっているのではないかと思われます。なぜか天井部分がオレンジ色なのが気になります。ロゴの色を再現といえども、少し面積が大きいかなって思います。とはいえ、全体的に見た時のこのバランスは絶品です。やはり、デザインセンスによりバランスというものでしょうか。3番目はこちら、スーパーバン。こちらもご覧の通り、ホットイールオリジナルデザインで、ホットイール的にも伝説的存在とも言えます。コラボになったジャケットは1969年10月発売のレッド・ツェッペリン2、通称ブラウン・ボマーです。ジャケットのイメージカラーとロゴを大胆にボディサイドにデザインしています。このミニカーは現在でいうところのプロモーションカーのようなイメージでデザインされています。元のジャケットのデザインがかっこいいので、そのまんまミニカーもかっこいいですね。できることならば、これを GMC かダッジあたりのバンを使ってフルスケールで再現してくれたらかっこいいですね。確かに今の時代は CD やレコードが売れる時代ではないですが、
この番で CD 売り歩いたら、それなりに売れそうだと思いますね。もちろんこのミニカーセットも、販売すればかなりに人気が出るのではないかと思うんですが、難しいかな。4番目はハイウェイホーラーです。ホットウィールでは珍しい6輪トラックでかなりのヘビーウェイトで存在感が他のモデル以上にあります。このモデルはアルバムのジャケットをテーマにしたものではなく、1975年の北米ツアーのアート、イカロスをモチーフにしています。まるでこのトラックでツアーを回ったのかと思わせるようなド派手なデザインで、メンバーのシンボルと、開催都市名の印刷が何とも泣かせる演出になっています。パッケージはシンプルで美しい分、ミニカー自体はアメリカンスペシャルなカラーリングでとっても派手ですね。トラックとしてのデザインも70年代中盤の雰囲気を醸し出しているのが泣かせる演出です。トラックのディテールも細部までこだわっていて、リベットやヒンジ、泥除けなどの細かなディテールがキラリと光ります。フロントのいかついデザインからボディサイドに目をやると、のぶといエンジン音と排気音が体全体に響き渡るような感覚に襲われます。こんなマシンでアメリカ大陸を音楽でつなぐなんて、かっこいいったらあやしないね。5番目のマシンはコンバットメディックで、これまたホットイール。レジェンドミニカーですね。こちらは1970年10月発売のサードアルバム、レッド・ツェッペリン3で、新たな挑戦に挑んだ意欲的な作品です。今回紹介したミニカーコラボの中で、最もセールスが穏やかなアルバムですが、狙ってやったことか否かはわかりませんが、ミニカーとしてもコンバットメディックは控えめな人気になっています。なんだかいらんところで気を使ったコラボになっていますが、パッケージにもミニカーにもドドンと派手にモチーフにしたデザインがとても目に引きます。ミニカーの方へのデザインはそのままというわけではなく、ジャケットを少し斜めに配置して、躍動感を与えています。代わりに、ツェッペリンのロゴ新マークが大胆にカットされていますが、これも狙ってのことなのでしょう。というか唯一、メンバーの顔写真が印刷されているテストなのに、斜めにしないと全ての顔が入らないといった配慮もあったりなかったりするんでしょうね。と、このように、レッド・ツェッペリンの初期のアルバムをイメージをセンスよく、ホットイールが料理して魅力的なセットに仕上げたのが今回のセットです。私はミニカーというのはできればパッケージから開封して、転がしたり回したりして楽しむのが本来だと考えていますが、このように、パッケージとミニカーが最高のバランスで組み合わされているのを見ると、なかなか開封するのが難しくもあります。実際、ここまで美しいのであれば、パッケージごと楽しむのもまた新しいアートの形であると思います。レッド・ツェッペリンファンにも、ホットイールファンにも、どちらからも愛されるべく美しいコレクション、機会があればどうか手に取っていただきたいものになっています。最後まで見てくれてありがとうございます。またよろしくお願いしますです。またねー。バイバイ。